日の、0時2分3分くらいです。はい、つまり館長の誕生日が来てしまったわけです。終わりです。人生、館長の人生も終わりに近づいています。もう25歳になってしまいました。25歳ですよ。やばくないですか。もう本当に、はあ、終わりです終わりです。で、今日は誕生日ということで、新しいマイクを2つ購入していきたいと思います。はい、館長はずっとタスカムと、まあ、時々イヤホンマイク、またイヤホンマイク本当2本ぐらいしか動画撮ってないかな。基本もうタスカムだけでここまでやってきました。そろそろちょっと新たなね、自己投資をしないといけないなということで、マイクを購入することに決めました。どうしよう、もう先購入するか、早速とりあえずちょっと購入しましょう。で、今回購入するマイクなんですけど、まず一つ目がブルーイエティ、まあおなじみですよね。はい、よくあるやつ。このマイクを買うんですけど、以前インスタグラムで館にどの色が合ってますかっていう質問をしたんですよ。館長自身青が好きで、まあ、ミッドナイトブルーにしようと思ってたんですけど、視聴者さんはどう思ってるだろうってことでインスタグラムで質問してですね、じゃあミッドナイトブルーとブラックが多かったな、まあ一番多かったのがブルーで、2番目に多かったのがブラックで、よしブルーにしようって思ってたんですけど、どうせならあのアームスタンドっていうかな、こういう上からマイクを出せるアームも欲しくなっちゃって、でセットで買おうと思ったんですよ。でセットで買うとだいたい3万5000円なんですけど、でもう一つショックマウントっていう、なんか振動が少なくなるんかな、まあ詳しくは分からんねんけど、それが8000円するんですよ。で全部足すと4万3000円ぐらいになっちゃうので、今回はそのショックマウントなしで青にしようと思ったんですよ。で合計3万5000円ぐらい。ただ今回ね、ショックマウントもついてて、さらにアームもついて3万5000円のセットを見つけちゃって、いやこっちの方が良くねと思って、青にしたかったらプラス8000円、黒でいいなら、8000円お得なんですよ。いや黒でいいやなと思って、これが白とかシルバーだったら多分館長は変えてるんですけど、黒だったらいいよなと思って、ミッドナイトブルーにする予定だったんですけど、ちょっと今回はこのセットを買おうと思います。そしてもう一つ SR3D っていうマイクですね。皆さん多分めちゃくちゃ見たことあると思うんですけど、館長これもインスタグラムで質問して、 3D かこの SR3D どっちにするかっていうのでめっちゃくちゃ迷ったんですよ。で皆さんに質問して、でも質問してもなんかいい感じに割れるんですよね。そう、 3D 派もいれば SR3D 派もいて、なかなかね割れて、でどうしようかなって考えた結果、 3D はもっとこの ASMR の結果が出たら黒い 3D を購入しようかなと思って、うん、その今 3D を買ってまた黒いのを買うとなんか見栄えがね一緒じゃないですか。だから今この SR3D にしてお金がもっとね稼げるようになったら黒にするっていうのもありかなと思って、今回は SR3D にしようかなと思います。一応ねその白 3D と黒 3D の質問もしたんですよ、どっちがいいかって。これも割れちゃって、まあ、迷ったんですけど、けどまあいつか ASMR で本当になんか結果が出始めて、もう ASMR でもお金
金が稼げるって確信できたら黒い 3D を購入しようかなと思います。なので今回はこの SR3D の購入でいきたいと思います。他にもね、ちょっとバイノーラルイヤホンとかね、もう欲しいのいっぱいあるんですけど、とりあえず今日はこの2つで、まあそのうちちょっと欲しくなったら他のも購入するっていう感じにしようかなと思います。で、インスタグラムで結構安く買えるトリガーを質問したり、このトリガーって何ですかって質問したり、結構視聴者さんに質問してるので、皆さんもぜひちょっとインスタグラムフォローしていただいて、館長を助けてほしいです。館長を助けてほしいです。はい、購入ボタン押しますね。押しますよ。この2つ、ブルーイエティセットとショックマウントアーム付きのブルーイエティとブラックと SR3D バイノーラルマイク、合計で124,760円。おい、高えな。おい、館長まだ1300人なんですよ、登録者。大丈夫かな、こんなに自己投資して。ちょっと不安でもあり楽しみでもあるって感じですね。ぜひ皆さんも、応援していただけると嬉しいです。応援していただけると嬉しいです。なんか割引5000円された。5000円割引あって、なんでなんか5000円割引されたんやけど、なんでなんやろ。購入しました。はい、購入しました。12,270円やったかな、12万ちょいぐらい。あー、購入してしまった。結構すぐに到着するみたいですね。19日がお届け予定って書いとる。めっちゃすぐやん。これで館長のまた新たなバリエーションが増えます。最高最高なんやけど、館長の ASMR の経験値がリセットされるから、この新しいマイクやとちょっとまた初心者感出るかもしれんねんけど、もう館長のね、最初ラインのタッピングとかすごいですよ。また見てください。なんか音重なってほしい。 3DO の黒いやつ35万ぐらいするんですよ。36万かな。えぐくない？ダミーヘッドマイクとかなったらもっと高いじゃないですか。まあ、ダミーヘッドはとりあえずバイノーラルイヤホン買って、副館長にでもつけさせて、リアルバイノーラルマイクって感じでやりたいなと思います。はい、って感じで購入しました。買った。よし、楽しみやな。楽しみ。けどこれでまた動画再生されんかったらちょっと辛いけど。あと皆さん、館長結構 ASMR トリガーとかお待ちしてるので、自宅でこれめっちゃいい音するんやけどみたいな、なんかいらないものあったらぜひ送ってください。これめちゃくちゃいい音で使ってほしいみたいなトリガーとかね、もしあったら館長のチャンネル概要欄かリットリンクっていうサイト、なんていう、なんか宛先みたいなの書いてるので送っていただけると嬉しいです。永遠にお待ちしてます。ちょっとやばいものとかはねやめてほしいんやけど、ちょっとまともなものぜひ送ってほしいなと思います。いつでもお待ちしてます。館長、実は7月1日まで自分の中でこう修行期間っていうのを決めて、目標、大きな目標を3つ作って、4月、5月、6月の間に必ず達成すべき目標っていうのを3つ作って、部屋のドアに大きく書いて貼ってたんですよ。毎日こうチェックつけるような表を貼ってやってたんですね。で、その期間の間 SNS は見んし、もう LINE も返信せんし、お友達とも遊ばないって決めてやってたんですよ。やってたんですけど、4月に本当に心配した友達が、死んどるかと思った、ほんまに心配したって家に来て、館長全然返信してなかったからごめんってなって、そこからはねちょっと LINE の返信はとりあえずするようになったものの、まあ修行期間として頑張ってたんですよ。その中の目標の一つが ASMR の
ただの登録者1000人だったんですけど、5月12日にこれがクリアできてですね、まさかチャンネル作って1年で1000人いくと思ってなかったので本当に嬉しかったんですけど、これはとりあえず実は7月1日までの一つの目標だったんですよ。でもう一つは4月中にクリアして、でもう一つ6月16日、昨日ですね、やっとクリアできて、ようやくこの修行期間で決めてた、設定していた大きな目標を達成することができました。そのうちの3つ目はね、本当もモチベーションがちょっとなくってマジでやる気なかったんですけど、自分との約束やと思ってもう一回力を入れてですね頑張りました。副館長上がってきた。副館長が、今お風呂上がって部屋に戻ってきたんですけど、副館長はですね昨日おなごと電話してて途中で寝落ちしたんですよ。でその相手の女の子はもう心配して心配して、なんかめちゃくちゃ聞こえてくるんですよ、声が。大丈夫、生きとるみたいな、副館長が死んだのかぐらいの感じで言ってて、でちょっと館長もねどうするか迷ってたんですけど、もうなんかかわいそうやから出るかと思って、いや副館長起こしてもよかったんですけど、もうね夜遅かったのでここで起こしたらまた夜きついなと思って、その携帯を取って、こんにちは兄です、副館長の友達と館長喋ってたんですけど、昨日どう思いますか副館長。まことに遺憾ですね。3分から5分ぐらいはねちょっと喋ってたんですけど、なんかなんとも言えないけど、なんかめっちゃ楽しかったです、はい。っていう感じで、本日の購入動画を終わっていきたいと思います。皆さん本日も ASMR の館のナイトにお越しいただきありがとうございました。また新しいマイクも楽しみにしながら、普段の館の動画たくさん回してください。